あの新人声優賞もそうだけど、はい、一回全員登壇して一人一人こうさスピーチしたじゃん。そうですね。だからあの3人いたんだけど主演声優賞が、はい、登壇して一人ずつ喋るんだと思ったら、あの私一人で、え、あ、一人やん、え、一人、あ、一人やんって一人呼ばれて一人で喋って帰ってもう一人呼ばれるってそういう形式だったんですよね。それ知らんかった。え、一人やし一番手やし、もう久々にあの安西っていう名字のあいうえお順をなちょっと選んだよね久々このあいうえお順グってなるのって思って、そこか、え、そっか、は、え、マジ、え、一人、一人と思ってその、はい、マイクの前に立ったらあのうちのあの ABEX ピクチャーズの社長さんが見に来てくださってて、それがあのドセンターの最前列で私がマイクで喋ってる目の前にいらっしゃって、うん、ドセンターと思って、あー、それは何も言えねえ社長って思って、いや、それは言えないっすね。お忙しい中来てくださっているやばいやばいやばい、それはやばい、うん、はあ、さあって頭が真っ白になっておりました。いや、それはなんか最初の方若干ふざけようかなっていう変流を感じたんですよ、喋り方に若干感じて、これはもしかしたらちょっとなんか笑いを誘う感じでいくのかなって思ったら、最初から最後まですごく素敵なことをおっしゃってて、あ、なんか そうか、私のなんか汚れた心が生み出した原因だったんだと思ったら、好きやらば言いたかった、好きやなかった、マジで言おうとしてたってことを後でお聞きして、やっぱそうだったんだってなった。これはあかん、この空気でそれを言ったらもうリコリスリコイルにも悪いと思ってこれはあかんと思ってやめようって思って、ね、確かに確かに、そうですね。そう、でもあのでも本当に素敵なスピーチで、いや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 、ね、一緒に写真撮ったのもすごくいい思い出ですね。